そして今笛が鳴りました。試合終了。どうだ、1点差で勝利、逃げ切りました。しかし北澤さん、後半の得点が決勝点となりました。どうご覧になりましたか？そうですね、前半はお互いに探り合ってたように思いますね。ローダとしては、まあ最後までディフェンスにも集中できたところが勝ちにつながったんじゃないでしょうかね。そうですね、それでは試合の情報を振り返ってみましょう。ローダ、シュート数でも上回っていますね。やはり後半あたりから攻勢を見せましたからね。